バラは、バラかバラ族の総称である。あるいは、そのうち特に園芸種を総称する。本校では、校舎の園芸バラ、栽培バラを扱うこととする。バラ族の成形は、低木、または木本性のる植物で、早く木に棘を持つものが多い。葉は一回奇数状吹く花は五枚の花びらと多数のオスシベを持つ。 北半球の温帯域に広く自生しているが、チベット周辺、中国雲南省からミャンマーにかけてが、主産地で、ここから中近東、ヨーロッパへ、また極東から、北、アメリカへと伝播した。南半球には、バラは自生しない。バラの名は、和語で、茨の点火したもの。漢語、バラの字を当てるのが通常だが、この語はまた音読みで、装備、使用、美とも読む。 漢語には、媒介や、ガツキの意装もある。ヨーロッパでは、ラテン語のローザに由来する名で呼ぶ言語が多く、また同じ語が別義として、バラ色として、ピンク色の意味を持つことが多い。6月の誕生下である。季語は夏。花言葉は、愛情であるが、色、状態、本数、組み合わせによって変化する。 バラの分類方法は定まったものがなく、以下に示すのは一例である。また、バラにはしばしば略式記号が用いられるため、それも共に記述する。原種原産地別の原種ロサカニナロサグラウカ主なもののみ。品種改良に使用された原種園芸品種、スブニールドゥラ・マルメゾン・ガリー・カイングリッドバーグマン、ケンベンコ・シンザキ、グラハム・トーマス、オールド・ローズの歌謡に、 黄色の荷色は画期的であった。オールドローズ口実のラ・フランスより前の品種を言う。野生の原種であるワイルドローズを含めるが含めない場合もある。主な系列としてカリカ、ダマスク、アルバ、ケンティフォリアなどがある。優雅な花型に豊かな香りが特徴である。また一気咲きのものが多い。 モダンローズ工術のラ・フランス以降に作出されたものを指す。など、その他、小型ツル製、大型ツル製、しだれ状、補服性など細かく分類される場合がある。花を干渉するため栽培されることが圧倒的に多いが、他にもダマスクローズの花びらから精油を抽出したローズオイルは、香水の原料やアロマセラピーに用いられる。 ローズオイルを抽出する際に、花弁を蒸留して得られる液体。ローズウォーターは、中東やインドなどで、デザートの香り付けに用いられるほか、化粧水としても利用される。食用としては、農薬のかかっていない花びらを、エディブルフラワーとして生殖したり、花弁をジャムや砂糖付けに加工したり、乾燥させて、ハーブティーとして飲用し香りを楽しむ。また、乾燥した花びらを、 ガラムマサラに調合したり、ペルシャ料理では薬味として用いる。またバラの実である、ローズヒップはビタミン C を多量に含み強い酸味がある。花弁と同様にローズヒップオイルやローズヒップティーとして利用される。バラが人類の歴史に登場するのは古代バビロニアのギルガメシ主女樹シである。この詩の中にはバラの棘について触れた箇所がある。 紀元前1500年頃の古代オリエントの地では、約4種の野生バラがあり、ここから交雑によっていくつかの品種が誕生したと言われている。バラは、ギリシャ時代を経て古代ローマへと伝播し、ヨーロッパの文化に定着することとなる。古代ギリシアローマでは、バラは、愛の女神アプロディテもしくは、ウェヌスと関係づけられた。また、香りを愛好され、紅油も作られた。 プトレマイオス朝エジプトの女王クレオパトラはバラを愛好し、ユリウスカイサルを艦隊した時も、ふんだんにバラの花や香油を使用したと伝えられている。ローマにおいてもバラの香油は愛好され、北、アフリカや中近東の属州で盛んにバラの栽培が行われた。クレオパトラと同様にバラを愛した人物に、暴君として知られる、第五代ローマ皇帝ネロがいる。 彼がお気に入りの貴族たちを招いて開いた宴会では、庭園の池にバラが浮かべられ、バラ水が吹き出す噴水があり、部屋はバラで飾られ、皇帝が合図をすると天井からバラが降り注ぎ、料理にもバラの花が使われていたと伝えられる。中世ヨーロッパではバラの美しさや方向が人々を惑わすものとして、 キリスト教会によってタブーとされ、修道院で薬草として栽培されるにとどまった。イスラム世界では、白バラはムハンマドを表し、赤バラが唯一神アラーを表すとされた。また、こういう窓が生産され愛好された。千代人世物語などや、ウマルハイアームのルバイアートにもバラについての記述がある。十字軍以降、 中近東のバラがヨーロッパに紹介され、ルネサンスの頃には再び人々の愛好の対象になった。イタリアのボッティチェッリの傑作、ビーナスの誕生においてもバラが描かれ、美の象徴とされているほか、ダンテの新曲天国編にも天上に、聖人や天使の集う純白の天上のバラとして登場する。また、カトリック教会は聖母マリアの画唱として、 古式バラの花と呼ぶようになる。バラの母ジョゼフィーヌ皇后ナポレオン・ボナパルトの皇后、ジョゼフィーヌはバラを愛好し、夫が戦争をしている間も、敵国とバラに関する情報交換や、原種の収集をしていた。ヨーロッパのみならず、日本や中国など、世界中からバラを取り寄せマルメゾン城に植栽させる。一方、ルドゥーテに、バラ図布を描かせた。この頃には、 アンドレ・デュポンによる人意交配による育種の技術が確立された。ナポレオン失脚後、また、ジョゼフィーヌ没後も、彼女の造営したバラ園では、原種の収集、品種改良が行われ、19世紀半ばには、バラの品種数は3000を超え、これが、干渉植物としての現在のバラの基礎となった。 モダンローズの誕生ハイブリッド t 系の誕生1867年にフランスの行がハイブリッドパーペチュアル系のマダム・ビクトル・ベルディエを母に t 系のマダム・ブラビーを交配してラ・フランスを作り出しこれがモダンローズの第一号となり品種改良が一層進むことになったラ・フランスが冬を除けば一年中花を咲かせる性質は色性と言われ 画期的なものであった。英国のベネットはこれに追随し、TK、デボニエンシスと、ハイブリッドパーペチュアル系、ビクトール・ベルディエを交配し、レディマリー・フィッツ・ウィリアムを1882年に作り出し、これを新しいバラの系統として、ハイブリッド TK と命名した。ベネットの新品種は整った火曜から、交配の親として広く利用されていった。 黄色いバラの誕生当時のハイブリッド T 系には純粋な黄色の花はなかった。そこで黄色のハイブリッド T 系の品種を作り出すことが課題とされた。1900年にフランスのジョセフ・ペルネ・デューシェがアントワーヌ・デューシェの未章に原種のロサフェティダを掛け合わせてソレイユドールを作出、木、バラ第1号となった。しかしソレイユドールは 色先性がないので、一層の改良が加えられ、1907年には、色先性の、リオンローズ、さらに1920年には完全な黄色のバラ、スブニールド・クロージュを完成させた。ドイツのこれですは、スブニールド・クロージュのこの、ジュリアン・ポタンから1933年に、ゲハイムラーとドイスゲルヒを作出した。これが、今の黄色のバラの親である。 欧米での品種改良の進展、コルデスは、黄色のみならず、赤バラの改良にも尽力した。1935年に、クリムゾングローリーを作り出し、これが、後世の赤バラの品種改良に広く利用されることになる。英国では1912年に、オフェリアを、発表、火曜、方向に優れるだけでなく、身をつけやすいことから、多くの品種の親になる。 このようなヨーロッパでの品種改良は第二次世界大戦で中断する。品種改良の中心は戦火に見舞われないアメリカ合衆国に移る。1940年にラマーツがクリムゾングローリーからシャーロット・アームストロングを作り出し、フランスの名案のマダム・アントワーヌ名案がアメリカでピースと名付けられ、1945年に売り出された。ピースは 大きな花をつけることから巨大輪と呼ばれ品種改良に利用されるとともに戦後のバラの流行を作り出すことになる。フロリバンダ系の誕生デンマークのポールセン兄弟が従来あるドワーフポリアンサ系の花を大きくし北ヨーロッパの寒さに耐えられる品種を作出しようとしていた。1911年にポリアンサ系のマダムノババードレバ,バーするとランブラー系の ドロシー・パーキンスを掛け合わせ、エレン・ポール線を作り出し、続く1924年には、ポリアンサ系のオルレアン・ローズと、ハイブリッド T 系、レッドスターの後輩で、エルゼ・ポール線、キルステン・ポール線などを出し、ハイブリッド・ポリアンサ系と命名された。これを受けて、アメリカのブーナーなどが改良を続け、この系統は、フロリバンダ系と命名された。さらに、 ドイツのコルデスが1940年にピノキオを発表した。ブーナーがこれに追随してレッドピノキオ、ラベンダーピノキオを発表し、これがフロリバンダ系の完成と言われる。その後、フロリバンダ系の改良は色の多様性を求めることに重点が置かれ、1944年にはドイツのタンタウがフロラドラ、1949年ブーナーがマスケラードを 1951年にコルデスがインデペンデンスを作出した。フロリバンダ系は新しい系統であるが、キリバノではスプレイバラとして利用されるため多くの品種が作り出されることとなった。またハイブリッドティートの交配も試みられ、ますます多様性を強めている。奇跡のブルーローズへの挑戦、青いバラはオールドローズのカーディナルドリッシュ流などが知られていた。 しかし、純粋な青さを称えたバラを作り出すことは、青いチューリップと同様に世界中の育種家の夢であり、各国で品種改良競争が行われた。1957年、アメリカのフィッシャーがスターリングシルバーを出し、青バラの決定版と言われた。しかし、競争はやまず、1957年にはタンタウが一層、青いブルームウニを発表した。 それに、コルデスが1964年に、ケルナラカーニバルを出し、1974年に、フランスの名案は、シャルル・ド・ゴールを発表と、熾烈な品種改良競争を展開した。日本でも、青いバラに対する挑戦は盛んで、今日までに、数多くの品種が生み出され、世界でも注目を浴びている。2008年現在、一般的な後輩による、 品種改良で最も青に近いとされる品種は、岐阜県の川本バラ園が二千二年に発表した、ブルーヘブン、アマチュア育成家である、小林森治が九百九十二年に発表した、清流や二千六年に発表した、ターンブルー等が挙げられる。従来、青い色素を持つ原種バラは発見されていなかったため、従来の原種をもとにした、後輩育種法では、青バラ作質は、 不可能とされてきたそのため、現在の園芸品種にも、青色と言える品種は存在しない。また、青バラと呼ばれる品種は、主に赤バラから赤い色素を抜くという手法で、紫や藤色に近づけようとしたものである。その後、サントリーの福友コラの研究により、青い色素を持たないとされてきたバラから、シアニジン誘導体のバラ独自の青い色素が、発見された。これは、 バラ独自のもののため、ロザシアニーンと命名された。しかし、この色素を持つ、清流は、花粉をほとんど出さないために、後輩親としては不向きとされており、遺伝子操作に頼らない青バラへの道は依然険しく、長い道のりのままではある。だが、ロザシアニーンの発見は、純粋な青バラ作出を目指す、育種家にとって一つの希望を示したと言える。 中国の唐の末期の詩人か変の七言とゼック、山手夏日にはバラとしてバラが読まれている。中国の庭園で伝統的に栽培されたバラは8種である。18世紀に中国を旅したヨーロッパ人が中国庭園で見たバラは寒木製で敷き先、多くは中弁の品種群であった。特に下中地域では優れたバラ類が 庭園に栽培されており、ヨーロッパにも持ち込まれた。カール・フォンリンネは1753年、ロサインリカについて、年報を、スピーシーズ・プランターラムに掲載した。また、ジャカンは1768年、ロサ・キネンシスについて、植物誌オブザーベーショナム・ボタニカレム・パーズ3に記載した。これらは、赤花の園芸品種であったが、禁煙の品種であったと考えられている。 中国のバラはヨーロッパに先んじて日本へも伝来した。近代以前日本はバラの自生地として世界的に知られており、品種改良に使用された原種のうち3種類は日本原産である。の茨の果実は利尿作用があるなど薬用として利用された。古くバラは馬ウ,ウバラと呼ばれ、万葉集にも道の上のウバラの末に、 のべほ豆の絡まる君をはかれかいかむという歌がある。日立国風土器の茨城群上には、穴に住み人を脅かす、土族の再起を滅ぼすために、茨を穴に仕掛け、追い込んで茨に身をかけさせたとある。日立国にはこの古事にちなむ茨城という地名があり、茨城県の県名の由来ともなっている。また、中国で栽培されていたバラもその多くは、江戸時代までに、 日本に渡来している。江戸時代には身分、職業を問わず園芸が流行したが、中国原産のバラである木工バラ、香辛バラなどが園芸品種として栽培されていた。江戸時代に日本を訪れたドイツ人ケンペルも日本でバラが栽培されていることを記録している。またヨサブーソンが売れつつ丘に登れば花井バラの句を残している。明治以後このように 日本人にゆかりのある植物であるが、バラが日本でも現在のように花の女王として愛好されるようになるのは明治以降である。明治維新を迎えると明治政府はラフランスを農業試験用の植物として取り寄せ青山完成農園で栽培させた。福育とした香りを嗅ごうと見物客がしばしば訪れたので株には金網の柵がかけられたという。 その後、バラが継ぎ木で増やせることから、優秀な継ぎ木職人のいる、東京郊外の埼玉県川口市、安行や、京阪神郊外の兵庫県宝塚市山本で、栽培が行われるようになった。バラは、皇族、家族、高級官僚といったパトロンを得て、日本でも徐々に愛好され始め、生産量も増え始めた。大正から、昭和の頃には、 一般家庭にも普及し、宮沢賢治が、グリュース・アンテ・プリッツを愛し、北原白州の詩にもバラが登場するなど、日本文学において、バラが題材とされることも増えた。しかし、第二次世界大戦下では、日本でも、バラなどのカキより野菜などの栽培が優先され、生産は一旦停滞した。戦後戦後すぐの1948年には、東京、銀座で、 バラの展示会が開かれた。さらに1949年には、神奈川県横浜市で、バラの展示会が開かれ、その時にはアメリカから花を空輸して展示用の花が揃えられた。鳩山一郎や吉田茂などのバラ愛好家は、戦後日本でのバラの普及に貢献した。高度経済成長の波に乗って、日本でもバラは普及し、農業試験場を中心に、 品種改良が行われるようになった。また戦後進められたインフラ整備の一環として、公立、私立の植物園や公園等が全国各地に設置され、その中にはバラ園で知られる施設もある。日本でも戦後急速にバラが普及して、個人栽培化が増えると、ハイブリッド T の花の出来栄えを競うコンテストが盛んに行われた。これは、 菊の品評会と同様に栽培技術を競うもので、大いに栽培技術の向上につながった。バラは、切り花としても普及し、日本においても、花期として、バラは、菊、カーネーションと並ぶ、生産工があり、ハウス栽培で年中市場に供給されている。近年は、一般家庭でもガーデニングが流行し、オールドローズなどが、植栽素材として、再び注目を集め、 多くの人に愛好されるようになった。大手施設の参入1950年代には、大手施設各社が、沿線開発の一環として、バラ園の造営を行うようになり、各地にバラ園が開園された。京阪電気鉄道は、戦前から大阪府平方市で、菊人形の展示などを行っていたが、秋の風物である菊に対し、春の風物として、 バラ園を開園し、集客を図ることとした。同社は、東洋一のバラ園の造園を企画し、当時は、日本人でただ一人の英国園芸協会会員で、バラの導入や、品種改良で実績のあった、岡本勘次郎を、バラ園造園の監督に迎えた。1955年に、京阪平方園芸企画を設立、同年12月23日に平方パーク内に、 平方大バラ園を開園した。現在は、平方パークローズガーデンの名称で営業している。関東でも、同時期に、京成電鉄が戦前から、千葉県奈良市の市で直営していた、遊園地、多日遊園内に、1957年に、バラ園を開園。多日遊園でも秋には、菊人形展が行われていた。1959年には、 京成バラ園芸を設立するとともに、千葉県八千代市に京成バラ園を開園した。多日遊園の閉鎖後もバラ園は、奈良市の市営、多日バラ園として残されている。続いて、小田急電鉄の直営遊園地、向ヶ丘遊園にも1958年にバラ園が開園。向ヶ丘遊園の閉鎖後は、川崎市により、幾多緑口バラ園として保全されている。また、 東京都調布市にあった、京王帝都電鉄の直営遊園地、京王遊園に1952年に開園した、東京勝負園は1997年に、京王フローラルガーデン安寿としてリニューアルされ、ローズガーデンが設置された。大手私鉄京園芸、造園会社の中でも、とりわけ、京阪に園芸と京成バラ園芸の2社は、沿線観光施設として、 バラ園を運営するだけでなく、バラの育種も手掛け、新品種を多数作出している。このように、農業主権場や種苗会社だけでなく、鉄道事業者が、バラの育種を牽引している点は、日本の特徴である。バラの施設社会主義インターナショナルや社会、民主主義政党のシンボルに赤いバラが使われる。以下、バラをシンボルとする、国、地域。 自治体名を明確にするため、太字で表記。アジアアフリカヨーロッパ北、アメリカイギリスでは、バラの国立コレクションの異なる分野が、デビッド・オースティンとピーター・ビールズによって維持された。王立ローズ・ソサエティは、それらを1900年以前のシュラブ・ローズを維持した、モティス・フォント修道院と、コレクションを維持したバーミンガム、大学ウィンターボーン植物園と共に、 ヨーロッパのバラの歴史遺産に指定している。ありがとうございます。